小池健一です、えー、この講義ではデータをもとにして募集団に関する命題、えー、仮説と申しますがこれが正しいか正しくないかを確率を用いて判断する方法すなわち仮説説検定の仕組みを説明します科学研究においては仮説が正しいかどうかを考える場面がたくさん登場しますが多くの場合に仮説検定を用いて判断します。しかしその使用方法には誤りが含まれることもまれではありません。 そうした誤りを防ぐためにも、その基本的なロジックを説明しようと思います。まず、次の問題1について考えます。コインを20回投げたところ、18回表、えー、裏は2回となりました。この時、このコインはまともなコインでしょうか。えー、次に問題2について考えます。これは、喫煙と肺がんの関連に関する問題です。このデータは、喫煙と肺がんに関するデータです。上の行は、喫煙している人117人のうち、 肺がんのある人が68人、肺がんのない人が49人いたことを意味しています。同様に下の行は、喫煙していない人99人のうち、肺がんのある人が40人、肺がんのない人が59人いたことを表しています。このとき、喫煙のある集団とない集団で肺がんの発生割合を比較してみましょう。まず、喫煙ありの集団では117人中68人が肺がんありなので、 117分の68イコール0.581です。一方、喫煙なしの集団では、99人中40人が肺がんありなので、99分の40イコール0.404となります。確かに、喫煙ありの集団の方が、喫煙なしの集団より肺がんの割合が高いのですが、本当に高いと言って良いのでしょうか。誤差の範囲内ではないのでしょうか。 これらの問題は仮説検定の問題して理解することができます今回は特に問題一を扱って考えてみることにします仮説検定の説明に入る前に統計的な推測について説明しますまず我々の興味の対象は母集団と言われるものです例えば日本人全体の意識調査をしたいときには日本人全体が母集団ですまた問題一のコイン投げを考えるときには コインを無限回投げた仮想的な結果全体が母集団ですさて母集団すべてを調べるのは一般には難しいことが多いのでその一部分である標本を取ってきます問題1の場合はコインを無限回投げた仮想的な結果全体を母集団とすると説明しましたがその母集団から20回標本を取ったと考えるのです標本はデータとも呼ばれ我々が実際に観測できるものです この標本を用いて、本当の興味の対象である母集団について統計的推測を行います。例えば、母集団の分布を表すパラメータである母数、例えば母平均などを推測します。統計的推測とは、具体的に何をするかということですが、大きく2つに分けられます。1つは推定です。これは母集団の未知の母数の値を推測して算出することです。 もう一つは今回お話しする仮説検定です。これは母集団に関する命題。仮説もしくは帰無仮説と言いますが、これが正しいかどうかを。確率を使って、統計的に判断するものです。まず、仮説検定でどのように判断がされるかを順番に説明していきます。帰無仮説と標本を比べます。もし、両者が矛盾しているという場合には、帰無仮説は。 間違っていると判断されますこれを帰無仮説を棄却すると言います帰無仮説が棄却された場合通常は代わりの仮説これを対立仮説と言いますがこれを採択しますもし帰無仮説と標本が矛盾しないという場合は帰無仮説は正しいと判断されますこれを帰無仮説を採択するもしくは帰無仮説を受容すると言いますただし 後で述べるように、この場合は間違っているとは言えないといった消極的に賛成するといったニュアンスです今の説明をチャート図にしたものがこちらです帰無仮説と標本を比べて、矛盾しているときは帰無仮説を棄却し矛盾していないときは帰無仮説を採択します現実の問題で、仮説検定と類似した考え方をすることがあります これについて説明します。これは先ほどの問題1です。コインを20回投げて18回表が出ました。このコインはまともなコインでしょうかという問題です。えー、通常この問題に対しては、このコインはまともでないとか、表が出やすい。言い換えると1回あたり表の出る確率は1分の2より大きいと判断すると思われます。ではなぜそのように判断するのでしょうか。 その理由の一つについて次で説明します。一回あたり表の出る確率は二分の一である。すなわちこのコインはまともであると仮定します。そうすると二十回投げて十八回表の確率は二項分布を用いてこのように計算できます。この式はさらに計算できて零点ゼロゼロゼロ一八およそ零点ゼロ二パーセントと非常に小さい値となります。 このグラフは二項分布 B 2 2分の1の確率を表しています横軸は20回中の表の枚数縦軸は確率です20回投げて18回表の確率は赤い点です非常に小さいことが分かりますですからこんな妙なことは普通は起こり得ないと判断して表の出る確率は2分の1ではないと結論するわけですこれは 入り方と似た考え方です今の話の流れは以下の通りでしたまず最初に表の出る確率は2分,の2分の1であるを仮定しましたすると確率が非常に低いすなわちおよそありえない結果を得ました言い換えると矛盾したような結果ですしたがって最初の仮定表の出る確率は2分の1であるを否定したというわけですただし入り方と異なっている点は 矛盾した結果ではなくて、矛盾したような結果を得たという点です。先ほどは、表の出る確率は1分の2であると仮定して、20回投げて18回表が出る確率が低いことを見ました。そうであれば、20回投げて18回表が出ることは、どんな時でも確率は非常に低くなるのではと思った方がいるかもしれません。しかし、 1>, 1回あたり表の出る確率が0.9の設定下で考えるとどうなるでしょうか。えー、なお、確率が0.9というのは、20回中18回表なので、1回あたり表の確率は0.9としたことから用いています。えー、このとき、表の枚数は2項分布 B200.9 に従い、確率は以下のグラフのようになります。したがって、20回投げて18回表、 2回裏となる確率は約0.29となってこれは十分に起こりうると言って良い値です前のページでは設定表の出る確率は1分の2であるが良くなかったというわけですこの考え方を一般化し少し変形させたものが仮説検定ですこれについて説明しますまず1回あたり表の出る確率をシータとします 問題の中では、H0、えー、0, シータイコール2分の1、これが帰無仮説です。H0 の仮定の下で標本の値を計算し、あまり起こり得ない、すなわち確率が低いので、H0 を棄却しました。すなわちこのコインはまともでないと判断されました。帰無仮説 H0 の代わりに対立仮説 H1、シータ。 大なり二分の一を採択しました。次に仮説検定で用いられる用語について説明します。まず有意水準についてです。先ほどあまり起こり得ない確率が低いと言いましたが、この基準が有意水準です。通常は零点ゼロ一、零点ゼロ五、零点一などに設定します。 有意水準より小さければあまり起こり得ない事象と判断し、有意水準より大きければよく起こりうる事象と判断します。多くの場合、有意水準はアルファを用いて表します。次がピーチです。これは帰無仮説 H ゼロの設定下で観測した現象以上に偏った現象が発生する確率で定義されます。ただし具体的な定義は後で述べます。 仮説検定ではこれらのの用用語を用いて次のように判断します有意水準とピーチを比べてもし有意水準の方が大きい時すなわち有意水準大なりピーチの時キム仮説を棄却すなわち対立仮説を採択します。逆に有意水準とピーチを比べてもし有意水準の方が小さいすなわち有意水準小なりまたイコールピーチの時 帰無仮説を採択しますなお先ほどの仮説検定に類似した考え方2のページでは有意水準は考えていませんでしたそれから観測した現象以上に偏った現象の確率ではなくて観測した現象だけの確率で考えていたことに注意してください、うん、仮説検定においては 以下のような誤った判断をする可能性がありますまず帰無仮説 H0 が正しいときでもあまり起こり得ないことも有意水準の確率以下では起こり得ますですから帰無仮説 H0 が正しいのに間違って棄却してしまうことがあります例えば有意水準を0.05とすると先ほどのコインを20回投げた場合では P 値が有意水準より小さいので H0 は棄却されますが H0 が正しいとき18回表が出ることは確率はゼロではありませんそのときは H0 が正しいのに誤って H0 を棄却しているということになりますこのように帰無仮説が正しいときにそれを棄却してしまうことを第一種の誤りと言いますまた対立仮説 H1 が正しいときでも間違って H0 を採択してしまうことがあります これを第二種の誤りと言います。以上を表にしたものがこちらです。上の行は H0 が正しいときを表しています。H0 が正しいときに H0 を採択することは正しい判断ですが、H0 を棄却することは誤った判断です。これが第一種の誤りです。H0 か H1 の二択ですから、 第一種の誤りの確率が有意水準 α であれば左側の正しい判断の確率は 1-α となります同様に下の行は H1 が正しいときを表しています H0 が正しいときに H0 を棄却するすなわち H1 を採択することは正しい判断ですが H0 を採択することは誤った判断ですこれを第二種の誤りと言います こちらも H0 か H1 の二択ですから第2種の誤りの確率が β であればこちらの正しい判断の確率はととなりまます。す。この値は検出力とも呼ばれますさて帰無仮説が採択される時についてですがこの場合は注意が必要です。というのも帰無仮説が採択されることは 帰無仮説が正しいことを積極的には意味ししません仮説が正しくないとは言えないということを意味しているだけです。まあ、言い換えると二重否定であって肯定ではありません。帰無仮説を否定するには証拠不十分という解釈です。ですから帰無仮説が正しいことも意味しません。このことは次のように説明できます。もし 仮説に合った事実をいくら並べても、仮説の証明にはなりません。もしかしたら、仮説に合わない事実をたまたま見つけられなかっただけかもしれません。逆に、仮説に合わない事実があれば、それは仮説に反する判例ですから、仮説が成り立たないと考えられます。したがって、仮説検定で意味があるのは、義務仮説が棄却される場合だけです。 帰無仮説が規約されて初めて何らかの主張ができます。ですから、主張したい仮説を対立仮説にするのが通例です。例えば、薬の効果があることを主張するためには、帰無仮説は薬の効果はない、対立仮説は薬の効果があるとします。帰無仮説が採択されることは、帰無仮説が正しいことを積極的には意味しないということですが、 研究者の間でも、誤った使い方をされています。今年のネイチャーに、次のような声明が掲載されました。この中で、このようなことが書かれています。五つの論文雑誌に掲載された。七百九十一篇の論文の中で。約五十一パーセントの論文において。帰無仮説が採択され。帰無仮説が正しいと。いうご用があったと。いうことです。 科学研究において、仮説検定は重要なツールですが、このようなご用が多いので注意が必要です。次に、仮説検定の手順について説明します。まず最初に、仮説を作ります。もちろん、義務仮説、対立仮説を作ります。先ほど述べたように、主張主体命題を対立仮説にとるようにします。 対立仮説が不等式で表される形のものは片側検定、等式の否定の形で表されるものを両側検定と言います。2番目に有意水準 α を設定します。通常は0.01、0.05、0.1を取ります。3番目に仮説検定に何の統計量、これは検定統計量と言いますが、をこれを用いる かを決めてデータから P チを計算します先ほどの問題1の際は検定統計量は表の枚数でした今回の話ではある問題に対して検定統計量として何を使うかについて詳しく説明しませんが実際に仮説検定を行う際には重要な事項です4番目に検定統計量から得られた P チと有意水準を比較して有意水準が P チより大きければ 帰無仮説を棄却し、逆に有意水準がピチより小さければ帰無仮説を採択します。このような順番で仮説検定を行います。さて、えー、ピーチとはどのように定義されるのでしょうか。ピーチは帰無仮説 H ゼロの設定下で観測した現象以上に偏った現象が発生する確率として定義されます。 これは、その現象がどれだけ偏ったものであるかを表す指標、すなわち確率と見なせます。より具体的には、次のように P チを定義します。まず、片側検定の場合は、P チは観測した現象以上に偏った現象の確率と定義されます。左のグラフで説明します。これは検定統計量の確率分布を表しています。横軸は検定統計量の値です。 観測した現象から計算した検定統計量の値がここであるとすると、これよりも偏ったミニスソの確率がピーチとなります。一方、両側検定の場合はピーチは観測した現象以上に偏った現象の確率の2倍と定義されます。今度は右の図で説明します。先ほどと同じように観測した現象から計算した検定統計量の値がここであるとすると。 これよりも偏った右裾の確率の2倍が P チとなります多くの場合、検定統計量の確率分布は左右対称となって2倍した値は両裾の確率と同じになりますさて、問題1での P チを求めてみましょう今、有意水準 α を0.05とします こののと検定統計量として表の枚数を考えます。片側検定の場合観測した値は18枚ですからピーチは表が18枚以上の確率となり先ほどの二項分布の確率の計算をすることで0.00020となります。これは有意水準より小さいので帰無仮説は規約されます。また両側検定の場合 ピーチは表が18枚以上の確率の2倍となり、片側検定のピーチを2倍して0.00040となります。この場合も有意水準よりも小さいので、帰無仮説は規約されます。現代科学において仮説検定は必須です。何らかの示したい主張があれば、多くの場合に仮説検定が使われます。その中からいくつかをご紹介します。 まず最初は新薬の開発です例えば血圧を下げる効果があると思われる薬降圧剤と言いますがこれの効果を確かめる試験ですこれは二つのグループに対して一方は新薬もう一方には既存薬を服用してもらい新薬が優れているか比較します二番目はマーケティング調査です例えばインターネットサイトで 2パターンを用意してどちらがより効果があるかを調べます例えば相顕微茶と相顕微スッキリブレンドの比較事例などがあります三番目は品質管理です例えばある製品が規格通りに実際に製造されているかチェックするため仮説検定を行います四番目は理論の確認です例えば CP 対称性の破れで2008年のノーベル物理学賞を受賞した小林益川理論ですがこの理論の実証実験ベル実験というものですけれどもこれでも仮説検定が行われています。これ以外にも理論を保証するエビデンスの一つとして仮説検定が使われることが一般的です。しかしあくまでもエビデンスの一つでしかありません。 また仮説検定のご用も非常に多く注意が必要です。今回の話をまとめると以下のようになります。まず仮説検定の概念の紹介をしました。その際キーワードとしてこのようなものが登場しました。またキム仮説が採択されるときは注意が必要であることを説明しました。また検定の手順について説明しました。 実際に仮説検定を行う際には、統計のソフトウェアに標本の値を入力すると、コンピュータが P 値や検定結果を示してくれます。しかし、検定結果の意味について誤用が多く見られますので、十分注意してください。仮説検定について興味を持った方は、以下の書籍をご覧ください。以上で仮説検定入門の説明を終わります。